マイクチェック、マイクチェックでございます。この場所での演説などはしてはいけません。なのでマイクチェックをしております。令和新選組主催、増税ダメ絶対でも、増税ダメ絶対でも、サポーテッドバイ渋谷警察&原宿警察署、まもなく始まります。マイクチェック、マイクチェック、音の方よろしいですか？景気いいですか？聞こえないな。景気はいいですか？景気が悪いとのお答え、そりゃそうですよ。30年にも及ぶ不況、そこにコロナで物価高、この状況で政府は事実上の放置プレイ。この状態で景気が良くなるわけありませんよね。マイクチェック、マイクチェック。でも安心してください、岸田さんもしっかりと皆さんのことを考えて減税を考えてくれています。なんと3万円の飴玉がたった1回ほっきり、来年の9月に皆さんにお届けされるそうです。それじゃあ間に合わないんだよ。どうですか？遅いぞ。今やるべきは消費税の減税、社会保険料の減免、そして何より悪い物価高が収まるまでの現金給付、みんなで求めていこう。どうですか？マイクチェック、マイクチェック、ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎のマイクチェックに続きまして、串渕真理衆議院議員のマイクチェックよろしく。皆さんこんにちは、マイクチェック2番手、令和新選組共同代表衆議院議員の串渕真理です。皆さん大勢今日も集まっていただいてありがとうございます。東京では4回目の党主催のデモになりました。そして今日はですね、年内ラストということで、党主催のデモを数えてみたところ、今日が37回目、山本太郎代表、そして三沢さん、凱旋チームのみんな、本当にありがとう。まずは私たち、自分たち声を上げていいんだ、みんなで声を上げれば変えられる、私たちの権利を復活させてくれました。そして東京ではですね、夏には吉祥寺、そして11月に立川、江東区でもボランティア主催のデモがありました。そこにみんなが集ってくれたおかげで、今世論どうですか？消費税減税求めれてる声は6割になりました。ぜひみんな、このみんなのうねりを、そしてこのうねりを全国にさらにさらに今日は広げていこうじゃありませんか。そして私たちのこの生きさせろ、命を救え、この声をですね、今日はパレスチナのガザにも届けたいと思います。今日は世界人権デーなんですね。全ての人間に平等に自由はあるんです。そして人間の尊厳、権利、これを私たちの手でもう一度ガザでも世界でも復活させていこうじゃありませんか。皆さん今日もよろしくお願いします。令和新選組衆議院議員、串渕真理からの入念なマイクチェックでございました。令和新選組主催、増税ダメ絶対でも、まもなく出発ですが、現在マイクチェックを行っております。続いてのマイクチェックは大阪からやってきてくれました衆議院議員、大石明子のマイクチェックお出しします。マイクチェックです。大石明子です。衆議院議員やってます。皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。本日が山本太郎の増税ダメ絶対デモの最終日と、年内の最終日ということで、たくさんの方が集まってくれました。昨日も盛り上がったみたいですけど、今日はもっともっと盛り上がりますよね。皆さんいかがでしょうか。そして串渕真理さんも言いましたように、今日は皆さんと一緒にフリーガザ、フリーパレスチナ、その声も一緒に上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今言ったら正義を許すな、政府ぶっ倒していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。衆議院議員大西明子から政府をぶっ倒していくというマイクチェックとは思えないようなキーワードが飛び出してきました。あくまでもマイクチェックです。あくまでもマイクチェックでございます。皆さんいかがですか。裏金作ってますか。裏金着服してますか。
ック。今こそ消費税を廃止、社会保険料の減免に直ちに給付金を出せとみんなで求めていくぞ。いかがですか。それでは、上りを持たれた方がいらっしゃいますが、お願いがございます。垂直に上りは掲げてください。上りを斜めにすることによって、尖った先っぽが人様の頭をぶっ刺してしまう可能性がございます。ご注意ください。続きまして、デモは車道を歩きます。デモは車道を歩きます。お子様は歩道側へ、お子様は歩道側へ。そしてオフィシャルで YouTube の配信を行っております。顔出し NG の方がいらっしゃいましたら顔を背けてください。黄色いビブス、黄色いベストを着た者たちが撮影隊ですのでご注意ください。そして何かしら危険なことがあった場合、ありそうな場合には周辺におりますスタッフにお声掛ける方よろしくお願いいたします。そしてここが一番重要でございます。撮影のために出入り、デモの隊列を出入り、される方がいらっしゃいますがお断りいたします。デモ隊の撮影のための出入りは危険ですのでおやめください。これまで東京で大人数が参加するデモの際に、その出入り、撮影をするための出入りで事故につながりかねない状況が確認されております。ですのでそういう方がいらっしゃった場合にはデモが中止になってしまいますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。一方で体力的にしんどい、そういう方の離脱、そしてデモに再参加、この出入りに関しては自由でございます。特に体力に自信のない方は隊列の後ろを歩いていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。さあさあさあ、まもなく出発だ。最終地点、最後はですね、流れ解散になっております。非常に狭い場所での、流れ解散となりますので、その場に滞留することなく速やかにご解散いただくようによろしく申し上げます。上りプラカード、私たち令和新選組から貸し出ししているものに関しましてはその場で回収をいたしますのでご協力ください。さあさあ、まもなく出発、あと何分、20分後に出発となりますけれども、少し複雑な並びとなりますので皆さんにもう少ししたら準備をしていただきます。隊列は何列、4列の隊列で並んでいただきます。定団、それぞれのデモグループは4つになっております。第一定団が、トラックで、主に、消費税など経済問題、そして第二定団は生演奏、そして第三定団はフリーガザ、そして第4定団は世界屈指、日本トップ、いや世界のトップであられる天才 DJ が参加してくれています。そのような4つの定団です。あなたの好みの定団で大きく声を上げていこう。準備はいいかい。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、今すぐ減税、とっとと減税、景気を上げてけ、景気を上げてけ、景気を上げてけ、
ど、この国のオーナーのあなたと一緒に求めていきたい。ありがとうございます。消費税をなくせば一番助かるのは誰か。消費税をなくしたら中小企業が一番力を取り戻すんです。この国の働く人々の7割が中小企業で雇われているけれども、この国では中小企業の首を絞めるようなさまざまな政策が打たれています。大企業のみ優遇、それじゃあ資本家しか儲からない。だからこそ一丁目一番地、30年の不況にコロナで物価高、今こそ消費税の廃止を。あなたと一緒に声を上げて政治を揺らしていく、そのようなデモ、この後始まります。令和新選組プレゼンツ、サポーテッドバイ渋谷警察、代々木警察、原宿警察。ぜひ増税ダメ絶対でも、あなたも一緒に歩こう。渋谷の街を、原宿の街を、絶対でも。岸田政権は減税というキーワードを持ち出しています。これは3万円、4万円というお金1回だけを来年の9月に皆さんにお得な状態にするという話なんです。でもそれじゃ持たないんですよ。年を越せない人たちもいっぱいいる。今すぐやれ。30年の不況にコロナで物価高、今こそ人々の生活の底上げ、事業者の継続が可能になるような政策を打つ、その必要があります。世界ではコロナの中で消費税は軒並み減税、世界100カ国以上で減税が前に進んでいます。一方日本は消費税のこの先増税を求めるばかりか、もうすでに社会保険料が上がってしまっている状態。これではさらに景気が悪くなる。この国のオーナー、この国の最高権力者はあなた。あなたの声がなければ変わっていきません。一緒に声を上げていこう。まもなく出発、令和新選組プレゼンツ、増税ダメ絶対でも、来年の9月以降軒並み増税、軒並み社会保険料の、これはどう、そのような方向性はもう今政治の中で固まりつつある。これをみんなで覆すぞ。あなたの声がなければひっくり返りません。一緒に歩こう。飛び入り参加大歓迎、まもなく出発です。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。
し、今すぐ廃止、とっとと廃止、お金を回せ、景気を上げてけ、景気を上げてけ、お金を回せ、消費税廃止、消費税廃止、空気を読め、今すぐ廃止、消費税廃止、空気を読め、景気が悪いぞ、お金を回せ、消費税廃止、令和新選組と申します。消費税を廃止してもあなたの社会保障には影響ほどありません。だって今でさえ社会保障に消費税はほとんど使っていないんだから、あなたは無駄に 10% を払っている。大企業に減税、資本家に減税、そのために払われる 10% を国民内で毎日 10% をオープンにしよう。いきますよ、消費税廃止、消費税廃止、今すぐ廃止、今すぐ廃止、お金を回せ、景気が悪いぞ、景気が悪いぞ、景気が悪いぞ、景気を上げてけ、景気を上げてけ、ただちに減税、ただちに減税、消費税減税、消費税廃止、お金を回せ、景気を上げてけ、景気を上げてけ、空気を読め、生活苦しい、お金を回せ、経済政策ちゃんとや、廃止、お金を配れ。
税金高いぞ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 
高すぎ、今すぐ下げろ、景気やばいよ、さっさと下げろ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 、感情こもっちゃってた。やめろ、消費税減税、今すぐ減税、消費税減税、消費税減税、今すぐ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 減
を配れ、はい、皆さんお疲れ様です。はい、第1グループ流れ解散です。お疲れ様でした。ゴールです。皆さん、立ち止まらないで、流れ解散をお願いいたします。お疲れ様でした。
と減税、さっさと減税、さっさと減税、投票率が 50%、 あとの 50% は選挙に行かない。それでこの国をコントロールできるのは有権者のたった2割の票を得た者たちだけ。資本家たちと手を組んだ政治家が献金、選挙の時の票、
それで魂を売り払う。結果どうなったか。不安定な労働が広がり、そしてないところから絞り取る増税、一方で資本家たちは減税続き、結果この国は 6.5人に1人が貧困層となってしまった。これを作ったのも政治、それを変えられるのも政治。あなたがいなきゃ変えられません。あなたの力をお借りしたい。まずはみんなで声を上げていこう。30年の経済疲弊、そこにコロナで物価高、まずはみんなの足元、経済を立て直そう。声を上げてくれますか。消費税廃止、廃止、消費税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 廃止、インボイス廃止、インボイス廃止、インボイスやめろ、インボイスやめろ、消費税やめろ、消費税やめろ、岸田もやめろ、岸田もやめろ、とっととやめろ、とっととやめろ、景気が悪いよ、景気が悪いよ、空気を読め、皆さんありがとうございました。ここで流れ解散になります。皆さん頑張りましょう。諦めずに、最後まで諦めずに頑張りましょう。ありがとう。